暴走温室効果とは、射出限界を超えて惑星に太陽放射が入射された時に、水蒸気の増加などによって、大気の光学的厚さが著しく増加し、大気圏を有する惑星気温の著しい上昇が起こるとする説である。十分に厚い光学的厚さを持った大気の場合、入力されたエネルギーは、光学的に薄い層からしか射出できず、その結果、 地表の温度はさらに上昇する。このように惑星の射出量は、光学的厚さによって規定されるため、射出量に極大値を持つ。これを、射出限界と呼ぶ。射出限界を超えた太陽放射が入射されると、海洋がすべて蒸発するまで、光学的厚さの増加が起こるが、雲が大量に形成されることによって、アルベドの増加による負のフィードバックも同時に働く。雲の形成など、 気候の変化を抑制している負のフィードバックの限界を超え、外から入ってくる放射が外へ出ていく放射を上回る状態が続き、それに伴って気温も上昇し続ける。この現象を暴走温室効果といい、この状態を暴走温室効果状態という。この状態では気候システム内において気温の上昇を止めるものは気温の上昇による 射出の増加のみであり、いわゆる熱的な暴走状態であり、放射が平行に達した時に初めて気温の上昇が止まり気候が安定する。この状態では気温が非常に高く水が全て蒸発してしまって海洋が存在できないような状態であれば暴走温室状態という。一般に暴走温室効果の引き金は太陽放射であり、その効果を増幅させる。 温室効果ガスとして想定されているのは水蒸気である。暴走温室効果の研究は太陽定数の変化がどのように気温変化に対して影響を与えるかをモデル計算により求めるというものである。太陽定数が増加すれば水蒸気濃度も増加する。増加した水蒸気濃度は大気の光学的厚さを著しく増加させ、やがては 大気上層における外向きの超波放射に限界が訪れるだろうと言われている。しかし、水蒸気濃度の増加に伴い当然、雲の形成も活発に行われると予想され、小味の太陽放射に大きな影響を与えると考えられる。現在の金星、暴走温室状態ではない金星では、金星が形成された初期の頃、暴走温室効果によって、 気温の著しい上昇を起こした時期があったとの説がある。しかし、現在の金星は太陽放射と外向きの超波放射が釣り合っているため、現時点では暴走温室効果は起きておらず、暴走温室状態でもない。これは分厚い硫酸の雲に覆われていることで、地表に到達する正味の太陽放射の量が非常に少ないということと、光学的厚さが二酸化炭素だけでは、 不十分なことなどが挙げられる。地球温暖化の研究では、二酸化炭素濃度を倍増させた時の気候感度が、約1.5摂ッ5度と見積もられている。地球の二酸化炭素濃度に比べ、金星の二酸化炭素濃度は30万倍にもなるが、気温の変化は濃度の対数で変化すると言われている。つまり、30万は2の約18.2乗なので、1.5摂ッ5度に、これをかけると、 27.3摂取91度になる。これが、金星における二酸化炭素による温室効果による消温の幅である。しかし、金星の地表温度は摂取400度以上を超えており、金星大気においても水蒸気が温室効果として非常に大きな役割を果たしているのではないかと考えられている。金星大気は地球と比べて非常に乾燥した状態にあり、 水蒸気の平均混合比は約 30ppm 程度とごく微量ではあるが、その水蒸気の持つ温室効果は約 70k218k と見積もられており、水蒸気は非常に少ない量であっても大きな消温効果を持つとされている。また、高圧待機条件下における仮想待機の温度は断熱圧縮により高温になる。そこから導かれる。 乾燥大気の温度勾配は金星も地球もあまり変わらない。金星の地表温度が高いことは高圧条件下ということを踏まえれば十分に予測されることでもある。水蒸気は温室効果ガスとして地表を温めているだけではなく水の合変化に伴う洗熱輸送による冷却過程が地表の温度を下げる役割も果たしている。しかし金星では この冷却過程が機能しておらず、熱の循環が阻害された状態にある。また、金星大気を一様に覆っている硫酸による雲も、内部の熱循環を妨げる要因になっている。地球が誕生した当初は、地球の表面は、マグマオーシャンと呼ばれる、マグマの海で覆われ、水も水蒸気として存在していた。この原因は、地球の誕生当初からの熱、 微惑星の衝突による熱なども考えられているが、水蒸気などに起因する暴走温室効果が働いていたという説もある。地球温暖化では、いわゆる水蒸気フィードバックによる温室効果の増幅作用が唱えられているが、これが直ちに暴走温室効果をもたらすものではない。二酸化炭素やメタン、あるいは水蒸気などの温室効果ガスが非常に高い濃度に達したとき、 あるいは太陽活動が活発化して太陽放射が大きく増加した時に水蒸気フィードバックによる光学的厚さの著しい増加によって暴走温室効果状態になることが考えられているのであって今後数十年数千万年の間でこれが起こる可能性は非常に低いとされている。気候学者のジョン・ホートンによれば暴走温室効果の条件が地球で生じる。 可能性は全くないとされている。むしろ、地質学的時間スケールにおいては、今後、二酸化炭素の欠乏によって、生物圏の存続が維持できなくなる可能性が指摘されている。伊藤清紀、地球温暖化、埋まってきた、ジグソーパズル日本評論者2003年 i s b n 四から 5350482158DTOBM、ブロックやる。 ラディエーションインザアトモスフェアオブビーナス P121 から138インイクスプロリングビーナスアズテレストリアルプラネット ISBN0875904416 鈴木光大他近星大気放射における吸収係数の評価第22回大気圏シンポジウム三田千尋、金星近大気の延直温度構造鈴木光大他近星大気放射における 吸収係数の評価。日本気象学会2008年度春季大会。ヴィーナスアトモスフィアテンパーチャープレッシャープロファイルズ。大気温度は、どのように決まるか GV。シリンガーやる。クーリング・オブ・アトモスフィア・ドゥー・ツー・シオーエミッション。エネルギー・ソーシズ。パート A30。1から9。ドイ。10.1080。 一計五千五百六十七兆三百七億百五十六万八千七百二十七。h t t p w w w m i t u s o r g c a l e n q c h i l i n g a r a t m c o o l i n g d c o 2 p d f g v c h i l l i n g y r グリーンハウスガスグリーンハウスエフェクトエンバイロメンタルジオロジー581207から1213ドイ 10.1007S0025400816153HTTPLB 富士市エドゥコーセスツインバリーインバイラフィログリーンハウザギャセスグリーンハウスエフェクト PDF エルカイクリュックやる グローバルウォーミングロングタームクライマティック・チェンジズ・ A プログレス・レポート。エンバイロメンタルジオロジー46-970から9 7 9九ドイ1 0 1 0 0 7 s 0 0 2 5 4 0 0 4 1 1 1 2 2 e h t t p r e b f g c u e d u c o u r s e e s t w i n b e r l e y e n v i r o p h i l p d f John T. Horton Global Warming リポーツ、オンプログレスインフィジック68-1343403ドイ、10.1088-0034から4885-686 r02http コーロンスラッシュスラッシュ iopscience.iop.org スラッシュ0034-4885スラッシュ68スラッシュ6スラッシュ r02the e y s no possibility of such run away green house conditions occurring on the earth john t horton global warming the complete briefing に t ending cambridge university プレス ISBN0521620899 ケン・コールデランド・ジェームズ・会、ケイスティングザ・ライフスパーン・オブ・ザ・バイオスフィア・リビジテッドネイチャー360 721から723ドイ10.1038 36721エレ http:/www.geos.psu.etu <noise> スラッ <noise> シ<声>ュ ケイスティング、パーシュノルページ、PDF、ネイジャー360-92、PDF、They pointed out that, despite the current h o s s i l e fuel in dust increase in the a t m o s p h e r i c CO2, concentration, ンン the long-term trend should be in the opposite direction, as increased solar luminosity w a r m t the earth, シリケートロックスシュトウェザーもあれっとリー ホシングアトマスフェリック CO2 ディクリース、インゼアーモデル1、アトマスフェリック CO2 ホールズビローザクリティカル、レベル 4C3 フォートシンサシス、150、パーツパーミリオン、インオンリー100マー、アンドティスイズアサムドツーマークザデミセ、オブザバイオスフェアズ、A ホール、ありがとうございます。